まずはティータイムからちょっと水を汲んでいこう。バスタックルでいいだこを釣っております。バスタックルでも全然釣れちゃうよと。ちょっとラインは P を使うのでシーバス用のリールになっておりますけれども、ちょっとバスライズ借りてもええやと。一回せんよこのようなタコライズ、タコライズでもすることができます。ラインはね全然ナイロンで十分、うん、わざわざ P じゃなくても全然釣れちゃいますと。飛距離も出るといい案で、専用の重りを使って投げてたらこれもうぶっ飛ぶよと。ちょっと後で本人に飛距離を見せてもらいましょうと。こっちのエクスセンスイーシュ全然変わんというか、むしろこっちの方が飛んでるよと。ミディアムヘビーの6フィートのロッドを使っております。これで40グラムぐらいあるいいやつ投げれるよと。ダイエットできるよと。で僕が今パルパルのフリーリーグ、さすがトモリでフリーリーグに来ております。ここゴムを噛ませております。干渉用にゴムつけたら方がいいです。でフリーリーグ専用、バスのフリーリーグ専用の重りも全然いいですけど、まあコスパ的にはなくてもいいよ。軽く投げただけでなすがた455がこんなに遠いんで、あとはバスと同じように底物をするようにして青く上げてもいいし、ズルズルしてもいいし、シェイプしてもいいし、いろいろやってみてください。今投げとる前すげーええ感じのポイントだと思う。そこの感じでなんていうのかな、砂地でちょくちょくなんか藻がありながらなんか石もちょっとゴロゴロとしていい感じな気がする。なんか今とりあえずしたコース釣れそうな気がする。これも今さっき来たかと思った。なんかあのウィードがなんかちょっと重い感じになる。でもああいうの好むが、あ、こういうやつな、よくわからない、うん、
まあ、バスライスであんなに飛んじゃうよとバスライスであんなに飛んじゃうよと全然変わらないと一人変わらない、すごくいいんだと思うとこの地形今年は結構厳しいらしい。それの影響か全然釣り人がいません。どこ行っても釣り人がいないのは伊達じゃないな今年なんな、波釣るのも難しいな今年。海水温高いし、池の水の温度も高いし、川の温度も水温も高いし、だいぶなんかちょっと釣れないと思って釣りすると全然当たりだけさっきのあの一つだけ釣っとった おじちゃんさ、あの後釣ったんかな相当粘っとるけど多分あんま釣ってないんじゃないか。相当粘っとった。なんか後から来たら二人すぐ帰った。もうだいぶ心が折れかけてきたよ。いいやん、いいやん、ここまで無視できるとおらんのかほんまにおう、ほんま数少ねえんだろうな。ちょっと嘘なんじゃないかなと思っとったけど、いや、ちょっとあの、いや、まあ俺ら前回釣っとるが、まあまあだけど、まあ、結構なんかあの釣れんっていう情報嘘なんじゃねえかなって思っとったわけじゃけど、嘘じゃねえな。ちょっとあの食卓には並ぶ感じじゃないねこれ。このままだと。俺まだ釣れてない。渋いなあ。よし、釣れたんじゃねえのかこれは。
あれ違うか。あ、なんか釣れ、やっぱ今さっきの2匹のちっちゃいのはやっぱこれぐらいのサイズだわ。なんで今年こんなちっちゃいんだろう。ほんまだ、ちっちゃ、赤ちゃんサイズやん。これどうする。まあ、こいつのおかげで一応釣れるっていうのは分かったんだけど。分かってる分かってる。あー、ちっちゃいな。一応入れとくか、観察だけするか。よかったよかった。あ、いいやん、釣れますと。かわいい。とりあえず、ね、前もこんなサイズだったな。だろう、全然育ってね。今日は水が綺麗だけど、うん、ちっちゃいな、まあ、でもしっかり合わせたらやっぱ外れんな。今さっきの合わせてね、合わせれんかったっけさ。え？まあそうかもしれん。その一匹で終わったら最悪だな。こっちに来たらあっという間に釣れたな。まあ、おらんかな。うん。ちょっとちっちゃすぎるな。穴ちょっと重てえの分かった。分かる。終わったな、これ。いいやん、一匹死亡だな、これ。多分。向き変えようがねえな、これは。取れた。あのな、引っかかった時の外し方は定番の外し方やったらパッて取れた。あ、落ちた。あ、あ、マジでやっぱ来とった。あ、本物じゃ、本物じゃ、本物じゃ、本物。やっちまう、やっちまう、取るが。うん、入ってきてねえんだろうな。だって言ってんのか。うん、言うても今釣ったサイズだと多分本場の終盤で産卵するんですよ。うんうん、だろう。A サイズは多分まだ入ってきてね。小さすぎる。本当に成長がね、産卵位置にとったらもうちょっと食っとるし、でけえ、うん、全く成長してないのかどうなのかはよく考えると、まあ、とりあえず成長がねえよな。前釣った時の最大サイズと比べたらだいぶちっちゃいし、逆に1ヶ月経って状況がなんかより悪くなったな。うん、釣れた？ついに釣れた。重い。もしかしてまだこ、いや、そこまでは見てない。いいとこちょっとマシなサイズ、もしかして。そう言うたらまだこでもちょっとちっちゃめだったりとか。お、ついた、ついた。お、いいじゃん。え、まだこのちっこいのね。あ、いいだこの、え、ズズン、ズズン。おい。